言うダメですよ。あなたのおめでとうございます。ありがとうございます。いかがですか今お気持ちは。さっき鏡で見せていただいたんですけど、はい、すごいあの上に乗っかってる部分が動くたびに揺れるんですよ、はい、そうすると輝きが普通のものよりもこう倍に見えるというか悪くて、なので本当にキラキラしてて綺麗だなと。エレベーターの鏡のところでこうやって今でいや本当高そうですよねこれは。本当にオープラなんです、ね、はい、持ってないので嬉しいです。先ほどのお子さんとなんか好きお揃いのって言ってましたけど、そうなんです、授かる前に、あの授かりたいから願掛けみたいなものですよね。お揃いのものを買って、でまだ生まれたてだと手首もちっちゃいので抜けちゃうんですよね、なのでやっとここに輪ゴムがはまってる感じのお肉になったので、今日あのタイミングよく、あのつけてきました子供の。そう、じゃあ生まれる前からもう買ってたんですか。生まれる前というより授かる前から。授かる前から。気が早いですね。そうです、願掛けなので授かるようにという願いを込めて、あの先に購入してそれを買って授かったので、でいつはめるタイミングが来るかなと成長によっておりますので、やっとはめてもあの落ちないサイズになったので、はい、それがやっと今日6ヶ月になりましたので、はい、つけました、どうですか初めてお子さんにこうつけたっていう。あのお揃いなので、私もあのいつもつけてるものなんですよ、なのでこうやって子供の手こういうふうにしてあの写真を撮りました。あ、はい、おそ一緒なので最後小っちゃいんで、ご主人さん何か言ってました。いや、あの買ってる時から知ってるので、でもあのお肉に食い込まないようにって言われました。あの動きもあるのでここそれを2つ一緒に娘さんにお渡しして、はい、またその次の世代にってもすごいいいこと言いますね。今アイデアなかったですけど、あ、自分のものをね渡して、それいただきます。だいたいね受け継いでいくっていう。そうですよね。そういうのさっきお話聞いて、あ、確かにそれいいなと思っていただきました。普段から宝石は結構つけてる方なんですか。つけてますけど、そのシンプルなものは多いですね。なので本当にこういうアイデアとかがとても嬉しいです、うん、どこにつけていきたいですか。今日いただいたやつ。そうですね。やっぱりちょっとドレスアップした場所に。子育てしてるとやっぱり引っ張ってちぎりそうになったりするので、子供をちょっと預けてちょっとイタリアンとかちょっとあの素敵なお店に連れて行っていただきたいですね。ヒスさん自身が日々輝くためにしている努力ってありますか。日々輝く、なんでしょうね。でも今回出産後だったので、やはりまず移る仕事なので、やはりそこの体型を戻すことに今回はすごくやっぱり頑張りましたけどね。特に苦労したことって食事制限大好きなので、はい、やっぱりジュエリーが似合うようなあの体型にならなきゃと思って、はい、必死に何ヶ月頑張りました。全く変わりないですよ。本当ですか、嬉しいですよね。どんどん言ってください。むしろもっとスリムになったんじゃないですか。本当ですか。あの抱っこするからちょっと締まったのかもしれないですね。筋トレ運動で筋トレになってるのかもしれないですね。いや嬉しいですよ本当に。今日の衣装のポイントってありますか。やっぱりジュエリーが目立ってほしいので、あの胸元を出すことと、ちょっと可愛らしさもあるこのレースのところは、あのスタイリストさんにお願いしてこういう感じのレースを使ったものにしてくださいっていうオーダーはしました。はい。